MSTV ニュースをお伝えいたします。ホンダが北米を中心に展開する高級車ブランドアキュラの新型 TLX の2021年型を5月29日に発表しました。今回のアキュラは35年の歴史の中でブランド史上最も早くハンドリングに優れ装備が充実しています。新型 TLX は VTEC 搭載の2リッターターボエンジンで、 TLX タイプ S は日本が開発を主導した V 型6気筒3リッター直噴ターボエンジンで、いずれもシーケンシャル10速 AT となります。新設計のシャシーでは、フロントサスペンションにダブルウィッシュボーン式を、リアサスペンションにはマルチリンク式を採用。ドライバーの操作や車両状態を素早く検知し、各ダンパーの減衰力を独立して電子制御するアダプティブダンパーシステムなど、新しいアイテムを投入しました。発売は秋頃を予定しており、タイプ S は2021年春頃を予定しております。ベース価格は3万ドル中盤とされています。以上、MSTV ニュースでした。はい、お疲れさんです。お疲れ様でした。はい、ホンダのアキュラ、はい、かっこいい。あ、かっこいい、うん、それはなぜアキュラの名前は何で知ってます？いや、私これ初めて知ったんですよ、うん、このリリースが出て。はい、はい、まああれですよね、アコードと兄弟というか、うん、はい、北米と日本で、そうですね、はい、アキュラの名前自体は北米でやるとき、まあ、ホンダの象徴みたいな形でね使われてきましたが、はい、うん、この中ででもあの NSX がよく出てきますよね、うん、まあ、トータルして、まあ、ホンダの技術をいろいろ盛り込んで、はい、今回セダンですよね、はい、まあ、要はアコードとかと同じですが、そこにですね軽量素材を使ったり、はい、足回りもですねしっかり充実させたりとして、うん、まあ、アキュラブランドをですね、まあ、総合的にやっぱり、はい、もう一度押し出していこうという一台になってますが、そうですね、はい、アキュラの名前は今気に入ってくれましたが、はい、峰さんにアコードの印象がですねアコードの印象どんな感じですか？アコードは、はい、一言で言うとおじさん感がある、はい、なんで？いや、ね、わかるよ。わかります？いや、わかるというよりはそんなにおじさんじゃないんじゃない？はい、私実はアコード乗ってたんですよ。あ、そうなんですか？はい、何年後？10年、15年ぐらい前かな。あのファクトリーでまあ、ホンダのね、はい、後方車落ちをね購入したことがあるんですが、レーダー完備してたりとかいろいろ素晴らしかったですよ。機能的にはそうですよね。ステアリング居眠り防止装置がついてたりとかね、もうその頃にもそこまでそんなものもついていたアコードですが、確かに、非常にあの便利なフォードはセダンという感じはしました。ちょっと大きめの私の印象としては、うん、クラウンよりもおじさん感って、それを、うん、それ私の年代としてはね、わからないな。あのクラウンのが当然年配の方が乗るようなイメージで、いつかはクラウンですよね。そうだから、どんなに年代いっても乗ることができるからだけど、うん、アコードはもう少し若いイメージなんだけど、アコードの年齢層ってどんくらいだと思うの？あのアコ今のアコードというよりはね、そのアコード、峰さんが持ってたアコード。私は40、50のおじさま、うん、あ、確かにあの頃売ってた時が30代だったとしたら、もう今40、50が乗るっていう感じだからななるほど、うん、そういう印象はありますね、うん、峰さんの中で、いや、峰さんこの間誕生日だったじゃないですか。あら、ありがとうございます。一つこんな話題を、はい、一つ年齢を重ねてしまいましたね。重ねちゃいましたね。若者からどんどんとおじさまたちに近づいていくと。あらあら、なんて追いかけてきますよ。はい、峰さんのホンダの、はい、イメージで若い車のあれは印象は何があります？若い車というか、そのおじさんかじゃない、要はこの今回のアキュラ、うん、TLX
よりも、うん、もう少し自分が乗るんだったらって言ったら、自分が乗るんだったら、うんうん、自分が乗るんだったらホンダか。ホンダはそう、今フィットがすごい出てきたんですよ、うん、まあでもそれは私はちょっといいかな。ああそうなんか私的には、うん、なんかレンタカーっていうイメージがだ、いやすごいいい車いっぱいあるんですよ、うん、なんかレンタカー感がちょっと、そうか、私もうちょっと角張った車が好きなんですよね。 N ボックスN 版どうぞどうぞ乗ってくださいとってもいい車だっていうことを NSTV は散々やってますからね、はい、見ました。それ見ました。トランポにしたりですよね。いいじゃないですか、はい、じゃあ皆さん N 版でダメなのダメですね。ダメなの。バイク積むとしても絶対あのあれ見てから N 版買おうとはちょっと私はあんまり思えなかった、うん、そうだったんだ、はい、女の子にはきっと欲しいかなって。じゃあやっぱりステップワゴンですね。あ、ステップワゴンいいですね。そうですね。よかった。やっと響いてくれましたね。やっと響きました。はい。はい、私としてはですね、はい、まあホンダは若い世代の車を主にやってたし、うん、まあ逆に年配の人に向けてのね車のイメージが少なかったんですが、うん、もう今となっては、うん、TLX ともなると。はい、意外と年配の方も好んで乗られるというですね、うん、いや意外とね、意外とやっぱり乗ってる人が少ないと乗りたくなるもんですよ、うん、アキュラ仕様とかね。本当ですね、はい、でもやっぱり好きな方は盛り上がってるんじゃないですか今。総じて便利は車ですからね、はい、良いと思いますよ。 はい、でもね、できたらなるべく若い人にも乗ってもらいたい。無理かな。いやセダンはなかなかね、うん、出ないと思います。3万ドル中盤の、3万ドル中盤、330から400万ぐらいの間ですよね、はいはい、でも、うん、これだけなんかね、高級車の佇まいというか、うん、まあそれなりのクラスになるし、うん、装備も充実してると思うし、そうですね、今これ安全運転支援システムどこまでっていうのがちょっと書いてないですけど、うん、それなりに、まあ、最高峰までついているはずですよ、うんうん、今時ね。本当ですね、はい、いやちょっと大きいですけど、ね、あればね、あの、はい、乗ってみたいでしょ私も、うん、アコード乗りとしては。あ、そうですね、はい、ちょっとやっぱりね、あの頃思い出すんじゃないですか。あの頃思い出します。私も一つおじさんになったなと思っての乗ってました。いやその時、はい、まだね30代でしたからね、アコード乗せた時ね。30代でアコードか、うん、今じゃあんま考えられないな。そうねはい、ホンダのアキュラがですね、うん、新しく TLX、はい、出しましたね。はい、発売の方は秋頃を予定しておりまして、タイプ S の方は2021年の春頃を予定しております。はい、はい、ぜひ皆さん楽しみにしててください。はい、ぜひチェックしてみてください。それではさよなら。